演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチャンネル登録よろしくお願いします。チラ業務スーパーの大月ランチ、ここの味を食べたいと思います。これ裏側のパッケージのより多分一口サイズのブランチなんですよね。じゃあ開けてみましょう。中はハーフ包装になってるんですね。やっぱり一口サイズなんだ。では今日は飲み物としてこちらのオレンジジュースも用意しています。これ先日紹介したクランベリージュースの仲間ですね。では先にこちらを注いでおきましょう。でも後ほど行いますよ。オープン。おお、やっぱりこんな感じですね。バキッて割ったらどんなみたいな。カメラ割れない。ではもうこのままいただきます。いただきます。このココアクランチのザクザク、本当に音が心地よくて自分好みです。こういうの待ってましたよ。オレンジジュースもさっぱり。クランチの食感は本当にザクザクしていて、口の中に入れて噛んだ瞬間に心地よい音が響いてきました。で、ココアは甘さ控えめで、パクパクと食べやすい味になっていたと思います。小分けになっているので、ちょっと小腹を満たしたい時にもいいですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのオレンジブレンドジュースなんですが、これ裏見てもらったら書いてあるんですよ。オレンジだけじゃなくてみかんと、まあみかんは分かるんですけど、リンゴも入ってるんですね。なんかオレンジとみかん、リンゴって自分の中ではジュースの両端みたいな感じなので、それを一つにしてしまってなんか贅沢な気がします。あ、キリッとした甘さで本当に飲みやすかったですが、ちょっと酸味はもうあった方がいい気もしましたね。せっかくのオレンジなので甘いだけじゃなくて酸味も味わいたかったかなと思う部分がちょっと出てきましたので、こちらの点数とさせていただきます。いや、いい感じで蛍かな、朝に舞うので点々と、朝のまだ暗い時間帯なら蛍も見えるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。